はい、どうも、ピクスヨースです。今回はですね、今までね、ずっと買うのをね、ためらってた手が買ってなかったですね。プレミアムトミカル外国車2台紹介していきたいと思います。こちら2台ですね。そういや、これ、アクションあんまり見んだよな。まあ、あんまり僕、外車は基本的にその、スーパーカーと呼ばれる部類はともかくとして、それ以外の外車ってあんまり興味がないというかですね。そんなに、まあ、買わんでもいいかなって、ちょっと控えてたんですけどね。まあ、せっかくならプレミアム、トミカはね、全部、買おうかな、みたいなのがあったんでね、ちょっと一応買ってみましたね。まあ、まずは7番の方から開封していきましょう。プレミアムトミカもね、タカラトミーモール限定がね、なかなかね、手に入らないんですよ。僕がね、学生時代の頃に販売したやつなんかね、僕学生時代金なんかなかったからね、バイトもしてなかったし。なんで、やっぱ、買っときゃよかったなとは思うんですけど、買えないのは事実だしなっていう状態なんですよね。まあ、25番、キャデラックエルドラドピアリッツ。こちらも開封していきましょう。まあ、プレミアムトミカでちょっと言いたいことはいろいろあるっすけどね。クソ、開封に失敗した。てか何これ、めっちゃ硬いよ。なんだ、まあね、フォルクスワーゲンタイプ2からね、開けていきたいと思います。スケールは65分の1だそうです。こちらですね、なんかチャッチー感じがする。サスペンションのアクション、フォルクスワーゲンタイプ2はですね、まあ、いわゆるワーゲンバスと呼ばれてるね、車ですね。まあ、今でもたまに見かけるんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょっと説明は後にして、25番のね、キャデラックエルドラドピアリッツ開けていきましょう。福袋はいらない。こちらですね、まあ、こちらですね、すごいですね。まあ、ワーゲンバスの方をね、ちゃんと説明していこうと思います。まあ、ワーゲンのね、タイプ2という、まあ、タイプ1といえばのビートル、タイプ2といえばこのバスなんですね。まあ、たまにこのワーゲンマークのところにね、スペアタイヤとか置いたり、する車も見かけますね。あと、カーズの、名前忘れちゃったんですけど、なんかヒッピーなキャラのやつ、緑色のやつが、確かモデルですか、ベースが、このタイプ2でした。で、たまにですけど、軽自動車の、バスが存在するんです。それはですね、サンババスと呼ばれてですね、スバルサンバをベースに、フォルクスワーゲン風のキットを つけたモデルなんですね。ただこれは、フォルクスワーゲンが販売しているものではなくてですね、民間の、まあ、民間って言い方おかしいですけどね、社外品というか、ワーゲンとは別の会社が作ってるキットなんですね。ただこちらですね、ワーゲンも知らないうちに販売したというかね、そういう感じでやったものですから、まあ、どこでこのバス、K のバス売ってるんですかみたいな感じになったっていう噂もありますね。まあ、上はなんか穴がこんな風に開いててですね、通気口みたいな感じですかね。後ろはこんな風になってますね。ホイールはこの、なんと言えばいいんだろうっていうホイールですね。サスペンションが、ついてます。ついてます。本物もね、見たことはあるけどさ、あんまり興味ないんですよね。嫌いな車ってわけではないんですけど、なんかあんまり興味が湧かないんですよね、フォルクスワーゲン、僕は。じゃあなんで買ったねって話なんですけどね。まあ、プレミアムトミカに出たはいいけど、プレミアムトミカになぜ出したっていう感じです。逆に。まあ、通常品のトミカにも実はこのタイプ2は、以前販売されてた時期がありましたね。青箱トミカ時代だと思います、確か。外国車シリーズで、出てたやつだと思います。説明できない。次。続いてこちら、キャデラックの
エルドラドピュアリッツですね。あんまりこの車もわかんねえんだよな。外車わかんねえんだよな。で、キャデラックといえばね、まあ、高級車っていうかね、まあ、ちょっと大きい車のイメージ、アメ車、いかにもアメ車みたいなね、イメージがありますね。ホットロットの前、それこそこち亀のホットロット前田が乗ってそうな車ですね。まあ、カーズのなんかラモーンだかっていうやつ、人っていうか車の奥さんがこんな感じの、こういう感じのデザインの車のでしたよね。てか色的にあれですよね。ペネロープ号を思い出せますね。ピンク、真っピンク。まあ、ペネロープ号はあれはロールスロイスなんですけどね。後ろがすごいですね。このデコトラみたいな感じになってるのがいいですよね。ここは別パーツでなんか再現してるみたいですね。こうアメリカのオープンカーっていう感じ。色はこれ黒のイメージがある。黒とか赤とかのイメージがあるんですけどもね。こちらもサスペンションアクションがありますね。車庫端。なんかそれこそアメ車といえばね、USJ にね、展示されてるなんかアメ車、こんな感じ、こういう感じの車もあるみたいですけどね、博物館で展示するレベルのね、もうめちゃくちゃすごいレストアがしたんだろうな、みたいな車がね、あるレストアなのか、当時物なのか知らんすけどね、それは。それの上に乗って撮影するおバカっちょがいっぱいいるみたいでね、悲しいっていうか、バカかお前らっていう。まず、ディズニーランドの方もそうですけどね、展示物とかね、そこにあるものの上に乗って撮るってどういうことやねんっていう。で、お前らのインスタのためにね、車をね、土台にしてるってどないこっちゃっていう。俺、アメ車あんまり、こういうの興味ないけども、はっきり言って。だけど、ちょっとあれはどうなのかなっていう、もうインスタも興味ねえけどな。だけど、まぁ、ちょっとあれはどうないもんやろうなっていう感じはしますね。ちょっとあれはひどいかなっていう。別に USJ もあれ展示、あそこで展示しなくてもいいんじゃないかなってじゃちょっと思いますよ。でも展示するのが悪いわけではないと思うんですけど、ちょっと民度的な問題があると思いますね。親のしつけが悪いよあれは、ほんまに。ディズニーランドでもね、同じようになんかその車ではなくてそこにある展示物みたいななんか箱みたいなやつに乗って撮ったりしてる人がいるみたいな。で、do not step みたいな英語で乗るなって書いてあるらしいんですけど、踏むなって書いてあるんですけども、それでも踏むやつはいるんで、まあ、日本語がわ、もう英語もわかんない、どっちかの人なのか、それ以下の人間なのかは知らないけども、ちょっと普通に考えればわかるだろうっていう感じですね、ちょっと。まあ僕なんか陰キャなんで、そういうところに行かないんですけどもね。だから陽キャの気持ちははっきり言ってわからない。だけどね。まあ、どうなのかなっていう感じはしますね。っていうかね、これもうミニカー関係ないね。でも USJ のアメ車をちょっと見に行っては見たいなと思いますね。ただちょっと人が多いのは苦手なんだよな。でもたまに面白い、愛知とか、愛知の名古屋の近くとかにはね、アメリカのハンバーガーショップっぽいね、お店とかレストランっていうか、そういうのがあるんで、結構そういうところにもね、こういう感じのね、車は展示されてたりするんでね。ビークなんとか知らんですけど、マックツールの移動販売車みたいなやつとね、まあ、マックツールの移動販売車だったやつみたいなんですね、正しくは。まあ、ああいう車があったりしてね、結構、まあ、アメ車はわからない人でもね、雰囲気で行って、あ、結構面白いとこだなっていう感じがしましたね。まあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。